伊藤岳君。日本共産党の伊藤岳です。野党は中小事業者への家賃支援法案を共同提出しましたが、中小企業庁に聞きます。国は中小事業者への家賃の補填を一体いつから始めますか。中小企業庁鎌田次長。お答えいたします。経済産業省といたしましては、テナントとなる中小事業者などへの事業継続の支援といたしまして、日本政策金融公庫などが既に実施しているような実質無利子無担保元本返済を最大5年間据え置くなどの融資措置を講じていますとともに、持続化給付金によりまして人の制限のない資金を供給するということで、中小小規模事業者の家賃負担の軽減に取り組んでいくこととしているところでございます。でこのうち地代家賃の支払いなどにも用いることのできる人の制限のない資金といたしまして持続化給付金でございますけれども、一日も早く事業者の皆様にお届けすることが重要であるというふうに考えておりまして、補正予算成立の翌日から申請受付を直ちに開始し、早ければ5月8日にも事業者への給付を開始したいというふうに考えているところでございます。伊藤君。持続化給付金で頑張ってもらいたいというんですが、200万円ですよ。事業者がバタバタ倒れていきますよ。これ見て見ぬふりをするんでしょうか。埼玉県商工団体連合会が昨年8月に実施した調査で、営業所得つまり収入から支出経費を引いたものが年間300万円未満の中小事業者が 48.1% を占めていました。40代夫婦子ども2人で営業所得257万円のモデル世帯の場合、税や国民年金などを引きますと月17万円となり、貯金までは回らないんです。この収入源の中、家賃を払う蓄えはないというのが実態です。さいたま市の飲食店のおかみさんは、売上がゼロの日もある中で63万円の家賃の請求が来て途方に暮れています。このおかみさんは生命保険を解約して140万円を受け取って、これを家賃に充てるそうです。140万円から63万円の家賃を引いたら80万円を切ります。来月分の家賃を支払ったらもうおしまいと言っていました。中小企業庁、こうした事業者を救ってくれますよね。持続化給付金は追加して継続して給付してくれますよね。どうですか。鎌田次長。お答えいたします。事業者ごとに組織規模ですとか所在地による差がございますので、一概に申し上げることはできませんけれども、例えば中小小規模法人の 95% を占める50人以下の事業者につきましては、固定費のうち地代家賃、広告宣伝費などを合計した費用の平均が年間400万円程度と、個人事業者につきましては年間200万円程度といった推計も存在するところでございまして、こういったことも参考にしまして、持続化給付金につきましては年間のこうした支払いの負担の平均6ヶ月分に相当する額として給付するというところでございます。経済産業省といたしましては、まずは持続化給付金の早期執行に取り組んでいきたいというふうに考えておりますけれども、今ご指摘の点でございますが、その上で今後の事態の推移を踏まえながら、事業者の皆様の声を真摯に耳を傾け、必要な支援について検討を行っていくこととしたいというふうに考えております。伊藤君。今後の事態の推移を見ていっていますが、もう2月、3月、4月、3ヶ月ですよ、もう経ってるんです。今検討していただけますね、追加の給付。鎌田次長。我々といたしましては、一刻も早くですね、この持続化給付金を事業者の皆様にお届けさせていただきたいというふうに考えているところでございます。いずれにしましても、新型コロナウイルス感染症によります経済の落ち込みにつきましては前例がないものでございまして、残念ながら感染症の収束が見通せない中で、今後どの程度の期間にわたり経済の下振れが継続するかは見通せないという状況にございますので、このような中、今後の事態の推移を踏まえながら、事業者の皆様の声に真摯に耳を傾けて、繰り返しになりますが必要な支援について検討を行っていくということとしたいというふうに考えております。以上でございます。伊藤君。検討を行っていくと言われました。そこは確認しておきたいと思います。福岡市や北九州市などは家賃の8割の保証を始めています。自治体のこの動きは広がっていくと思われます。国が遅いからです。財政調整基金を取り崩して手当てする自治体もあります。
例えば毎年頻発する自然災害に備えたそのための財政を切り崩している状況にあります。内閣府にお聞きする、こうした地方自治体独自の家賃保証事業に補正予算で計上された地方創生臨時交付金を適用できますか。内閣府地方創生推進室村上次長。お答え申し上げます。今回の臨時交付金はコロナウイルス対策ということでありますれば、地域の実情に合わせて家賃補助も含めて自由度高くお使いいただく仕組みでございます。それからすでに先んじて始めておられるという話ございましたが、交付決定前に価値着手した事業であっても令和2年度予算に自治体で計上している予算であれば4月1日までは遡って、これも令和元年度は知財措置が別途取られているからでございますけれども、4月1日以降に遡って適用できると、こういう仕組みにしてございます。限られた財源ではございますので、国で共通でやっている制度をよく見極めた上でということではございますが、その上で地域でご必要というふうにお判断されるのであれば、ぜひお使いいただきたいと、こういうふうに考えてございます。伊藤君。地方自治体の家賃保証事業へ地方創生臨時交付金が適用できると確認させていただきました。次に、補正予算に盛り込まれた徴収の猶予制度の特例では、前年同時期比おおむね 20% 以上の収入が減少した場合に、無担保かつ無利子で1年間徴収猶予できるとしています。これが幅広く適用されてスピード感を持って実施されることが重要だと思います。総務省に聞きます。このおおむね 20% 以上の収入の減少の適用にあたって、仮に 20% 以上に至らないことも、例えば 18% とかでもですね、収入減少によるその事業者への影響を丁寧に聞き取って徴収の猶予の適用を行うべきだと思いますが、いかがですか。総務省海出自治税務局長。今回の徴収猶予の特例におきます、前年同期比おおむね 20% 以上の収入の減少という、基準の適用についてでございますけれども、収入の減少が 20% に満たないことのみをもって一概に、特例の適用が否定されるものではございませんで、20% 未満の場合でありましても、個々の納税者の置かれた状況や、今後の収入減少の見込みなどに応じて判断されるものと考えております。伊藤君。はい、大臣に一つ提案があるんです。中小事業者が所有するものにかかる固定資産税、都市計画税に軽減措置が取られますが、所有するものに土地は対象となっておらず、これではわずかな軽減にしかなりません。土地も対象に含めることをぜひご検討いただきたいと思います。答弁は結構です。大臣に聞きたいのは、最後に、この新型コロナ危機の中、命と暮らしを守り国民みんなで乗り切ろうというときに、滞納者への差し押さえは控えるべきだと、このことを問いたいと思います。埼玉県内のある市役所でこんなポスターが貼られていました。完納しないときは滞納者の財産を差し押さえなければならない、赤字で書かれたプレートです。その隣に滞納処分強化、担保の提供というポスターも掲示をされています。また千葉県八街市の市民からは、コロナの影響でフルに働けなくなったが、収入が減ったが差し押さえられて困っているという相談も来ています。徴収の猶予について丁寧に説明するどころか、滞納処分をことさら強調する、また収入減で苦境に立たされている市民に差し押さえを強行する、こうした住民の首を絞めるような自治体の対応でいいのでしょうか。総務省通知、3月18日の通知の趣旨にも沿わないのではないかと思いますが、大臣どうでしょうか。高市総務大臣。新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、財産に相当の損失を受けた納税者や売上の急減により、納税資力が著しく低下している納税者などに対する、柔軟な対応、地方、団体の税務当局に対して、要請をいたしました。でまた差し押さえなどの滞納処分につきましては、この地方税法によって、滞納処分によって生活を著しく窮迫させる恐れがあるときは、その執行を停止できることとされております。ただ地方税に対する納税者の信頼を確保するということも重要でございますので、差し押さえなどの滞納処分も含めて地方税法などの規定に基づいて適切かつ公平な税務
務執行に取り組んでいただかなければならないと考えております。伊藤君、通知で自治体に猶予を促しているわけですから、その自治体の判断の実行をですね、見届けていただきたいと思います。今、滞納処分や差し押さえを強いることは生活と成り合いを破壊することにつながります。生活と成り合いがもし答えられなければその後経済を立て直そうとしてもできません。今、生活と成り合いを応援し家計を温めて単税能力を寛容することこそコロナ収束後も日本経済のまともな循環と持続可能な成長を可能にすることになると思います。大臣、最後に新型コロナの影響が続く期間の間差し押さえは控えるべきだと思います。改めてどうですか。時間が参っておりますので簡潔にお願いします。各地方団体におかれましては地方税法の、規定をきっちりと、踏まえながら納税者の皆様の個別 具体的な、実情を十分に把握していただいた上で適正な執行に取り組んでいただきたいと考えております。終わります。